はい、おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もですね、皆様からご支援いただいたジャーキー、皆さん噛んでしまった、このね、猟犬たちに与えたいなと思います。はい、ということでね、猟犬家臣様へということでね、こちらね、いただいております。これ巻き巻き骨せんべい、これ初めてですね。骨せんべいですね。ありがとうございます。あ、すいません。骨せんべいが2つに、このささみマーキー玄米入りが2つですね。これとこれがね、2つずつですね。ありがとうございますね。こちらはですね、ランラン465さんですね。ありがとうございます。親方、Amazon 欲しいものリストへの登録ありがとうございます。いろいろ混ぜて送ります。家臣トレーニング向けて、もりもり食べてねということでね、ありがとうございます。こちらね、こちらとこちらということでね、似とるね、なんかね。じゃあ早速与えたいと思います。じゃあこれいきますか。骨せんべい、こうしたら近寄ってくるよね、あんたたちは。あ、こんな感じで小分けされてますね。あ、すごい。これなんかあれだね、なんかうなぎの骨みたいな感じ、それになんか肉巻いてるような感じですね。はいはい、いいけど、ちょっと遠いな。あーすか、すーあれ、はい、どうですか。グレインフリー、保存料、着色料、発色剤、酸化防止剤、穀物は使用していません。ほう、ささみですね。魚の骨ね、魚の骨ですね。それをささみで巻いているっていう感じですね。なるほど。また力はいらんのかね。まあ、そんな人はまた家臣取られるて。家臣は何でもいい感じやね。これいらんと。いるんかい。前からそうよね、こう自分のは置いといてくださいみたいな感じよね、前から。スラーダー、子犬の頃からそうやったわ、そういえば。はい。なんかこう、ずっとこう、食べるのをこう見てられるっていうやつやな、これ。お、はい、あ、失礼。はい、あんたちょっと太っとるよ、ほんと。まあまあ猟犬家臣様へということでね、いただいてますので、それはもう家臣様の優先ですよ、それはね。まあ、力とかアスカえっていうことでもね、家臣の方がよく食べるんでね、結局家臣優先みたいな感じになってしまうんですけどね。まあまあまあね、座れ。はい、あ、はいはいね、はい、かがでですね。いやー、でもね、本当、まあ料金がね、まあ無事に終わりまして、まあ吸ったもんだ、いろいろありましたけどね、いろいろありましたけど、まあ、結局がね、まあ無事故無違反でね、まあ終わりましてね、まあこうしてオフシーズンね、過ごしているわけなんですけれど、まあこれもね、まあ、早いものでね、もう5月末ね、まあ実際の動画を配信するのはね、6月になってからかもしれませんけどね、今現在はね、まあ5月末ということでね、で、そうこうしているうちにですね、大体例年、8月のまあお盆あたりに、今年であれば令和5年度ですね、のまあ狩猟登録がね、始まりまして、まあ狩猟登録をして、で、スワレ、
座れ。はい。っていう感じですね。で、まあ有害鳥獣駆除と、まあ、狩猟というのは実はまあ似たような感じでいて、まあ、まあ似て非なるものといえばそうなんですけど、今年も福岡県どうなんですかね。10月1日ぐらいからまた狩猟期間始まるのかな。もうね、福岡県なんか本当にあの農業被害がね、非常に多いので、あの狩猟期間はですね、前後ね伸ばして、どうにかね、捕獲頭数をね増やせないものかと、ね、まあ、自治体が、まあ、温度とってねやっているわけなんですけど、ですので、その結局その狩猟と有害鳥獣駆除のそういったその期間という意味ではですね、まあそんなに変わりはないかなと。まあもちろん有害鳥獣駆除は年中あの、まあ、やれるんですけど、もう今この夏とかっていうのはね、あのもう暑くてやれませんので、まあ、実質その、まあ、秋からまあ春にかけてっていうような感じでやってるところが多いかと思いますね。あの、まあ、テレビとかですね、まあ、見てるとその、まあ、ハンティングドローンとかですかね、あのドローンを使ってね、猟犬の代わりに、座れ獲物をねおびき出して有害鳥獣駆除をやっている自治体猟友会もね、まあ、あるようなんですけれど、まあ多くの自治体っていうのはね、要は昔ながらのね、あのスタイルでやっていると思いますので、まあ、うちなんかもね、あの昔ながらのスタイルですよ。あの伝統的な巻き狩りスタイルですからね。それにね、GPS を使ってっていうふうな感じで、まあどこの猟友会もね、そんな感じでやってるとは思うんですけどね。もう実際ね、暑くてね、やれませんからね。あの気温がね、暑いのとね、あと虫とかね、僕が嫌なのがね、もう何度もね、有害鳥獣駆除の動画で言ってますけど、あのアブとかブリョとかね、蜂には刺されたことはないんですけど、あとクモの巣ね、あと蚊ですね。それ伏せ。僕たちね、人間もそうなんですけど、あと猟犬たちもやっぱ負担が大きいですからね。ガチのね猟犬ほどあの加減を知らないので、はい、あの本能のままにね行きますので。ですのでね、途中でね、あの本当にあの熱中症になったりとかね、あのする猟犬もね、いるようなので、というのが、僕自身はそういった経験ないので分かんないんですけど、一応聞いた話によるとね、こちら行きます。ランラン465さん、ありがとうございます。ですので、まあ、猟犬たちはかわいそうなのでね、まあ、この時期はやっぱりお休みした方がいいのかなっていうところですね。よし、じゃあ行きますよ。いきますか。玄米入りささみジャーキー。リーこっちか。トイこっちか。はい。アスカあんた癒しいて。座れて。なんかせんべいみたいなね、これなんかこう、こういうのってのはこう、やっぱなんかこう、平和ですよね、なんかね。はい、もう平和ですよ。はい、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 アスカ座れ。あと本当女の子やろ。もう行儀よくしてよ本当。
はい。わあ、風がなんか強くなってきたな。リーキー、あんた今耳が鉄腕アトムみたいになってたかい？もうアスカはいいって、もうそんなあんたもここあるって。不正。はい。あ、失礼。美味しいですか？はい。よし、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きますか。じゃあ次はじゃあ良犬力へということで行きますか。良犬力様へということでね。力さん来ております。いただいてます。ありがとうございます。こちらですね。マグロスティックと良犬力様へということで、こちらもマグロ、カツオ犬、マグロスティックとカツオ犬、ね、ありがとうございます。こちらはですね、おとなしいのは個性だよね。イノシシを見つけた時だけしっかり吠えたらいいよね。頑張ってね、応援してますということで、この方、ペンネーム、ハンドルネームがあったんですけど、本名をいただいてるんですよね。すいません、ちょっと、ハンドルネーム忘れちゃいました。ごめんなさい。よかったら、ハンドルネーム付きでよろしくお願いします。いただいております。ありがとうございます。よくいただいてくださる方ですね。ありがとうございます。いや、今暴れたやないん今。いや、なんか力はなんかやっぱ魚系が好きなんやね。結構前のめりやね。カシン越えて、足引っかかっと、はい、こう。あ、ダメだ。アスカ向こう行って、アスカ向こうに行ったら家臣の足が向こう行くかな。はい、よしよしよし、座れ。アスカ座れ、アスカ座れ、行くぞ。なんで、アスカ下手になった？上手やったやん。アスカ座れ、座れ。あれ、アスカ下手になったか。ちゃんと投げてやらないかんかな。カシン、ほら。お、行った。よし。アスカ座れ、アスカ座れて。あ、見えんのかな？座れ。おー、いたいた、よしよし。お、早いな。はい。アスカ、分かっとるて、分かっとるて。待ちいっちゃ。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、これいきますか。カツオ犬。カツオ犬。愛犬に魚をの思いを込めてということでね、金虎さんっていう方がね作ってらっしゃるそうですね。原材料はマグロということですね。はい。あ、すか、ほら。座れ。
アスカ座れって、アスカ座れ、ずーっとこうなってるよ。アスカ座れ、リキはなんか魚系が好きなんやな。あ、違う、アスカはちょっと親方の指を噛もうとしよるよ。座れ、実は今日、まあ、いつも通りですね、散歩してて、でいつもの、まあ、散歩コースで畑されてる方と久しぶり会ったんですけど、あの玉ねぎがねイノシシにやられちゃってっていう話で、まあ、僕はあの実は前々から気づいてはいたんですけど、結構ありがとうございます。名前何だったかな、ママモンさんやったかな、ごめんなさい間違ったらごめんなさい、すいません。続きまして、猟犬見習いアスカ様ということでね、先日ですね、猟犬見習い、ね、アスカからね、猟犬へとね、昇格したアスカですね。いいよいいよいいよ、松本いいよ。はい、同じくですね、いつも天真爛漫なアスカちゃん、最近はしっかりお仕事も頑張って頼もしくなりましたね。怪我に気をつけて頑張ってねということで、先ほど同じ方ね、からいただいております。贅沢野菜のビスケット食べてくれるかなこれで、これが3つですね、それと超柔らかハツということで、ね、いただいております。ありがとうございます。アスカへということでいただいておりますね。あのアマゾン欲しいものリストもですね、猟犬見習いアスカからね、猟犬へとね、変更しておりますのでね、よろしくお願いしますね。あんな感じなんですけど、あの猟犬でいいですか仕事はするんでね、仕事面では猟犬なんですけどね、もういい加減ね、もう落ち着いてほしいなと思いますね。じゃあ2人でやりますか、ね、よし、じゃあやりましょう、ね、じゃあこれビスケットからいきますか、ね、だけなんだ、だけなんだあんたたち、ほんとどうなったん、はい、もうリキはいつもそんなんて、いつも慎重って、贅沢野菜のビスケットですからね、あんたたちはもう雑草サラダばっかり食べようけんね、これでも食べてね、野菜たっぷりとって、あすかそこ下落ちとるで、女子やろ、そこ落ちとるで、ほらカシンに狙われたら急いで、急いでやね、早いね。カシンはそう、お、ビスケット美味しいんだろうなこれ。さつまいもが入ってるんですね。さつまいも入りビスケット。小麦粉を使用せず野菜を主役としたビスケット。小麦粉使ってないんだ。はい、あすかほら、カシンほら、
わ、れ。だいたいアスカそのポジションじゃないんやけど、あ、痛いな。アスカ座れ。はい。アスカ座れ。今のはすごい。背面キャッチみたいな感じだった今。アスカ座れて。あと漁業でいつも。いいね。あら。あずか座れ。あずかが来いって。座れて。はい。ああ、ごめん。こいつがあります。はい。あずか座れ。カジほら。もらってないことに気づいた今。アスカ座れて。アスカ。あと行儀悪いね本当。すごい動体視力がすごいんやろな多分。お。お前なんすよ、必死すぎる。ちょっと、お前、アスカ、お前、ちょっと、それ、必死すぎるわ。ちょっと待て、ちょっと待て、アスカ、こっちの、ちょっと待て、絡まっとるって。こっちか、座れ。はい。あ、どう。いらんの座れこの野郎。アスカ座れて。アスカ座れ。座れちゃうこの野郎。座れてアスカは。ほんとこの野郎。座れ。わからんね。なんで、アスカ、座れて、この野郎。いいね、いい食べっぷりやね。あ、失礼。下手くそ。
かは座れ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 、なんかもう昔のカエルコールみたいになったよプロレスのね。アスカ座れてこの野郎。下手くそ。座れ。座れてアスカ、お前もうやらんぞ。これアスカ様へということで来てますけども、座れてアスカは。アスカ座れ。よっしゃ、はい、ありがとうございます。よっしゃ、じゃあこれいきますか。超柔らか発ね。発よ、心臓ですよ、心臓。座れ。アスカ座れて。いい、鉄分たっぷり。こうしたらどうする？アスカまだちょっと学習せんかな。アスカは、あら、アスカ学習せんかな。そう、はい、はい、遠いって、力は遠い。お、上手。はい、よし、アスカ座れ座れ、アスカ座れ。はい、いた。はい、ということでね、ありがとうございます。じゃあ、こちらでね、本日最後ですね、これは良犬家臣様へということで来ております、ね。いつもありがとうございます。ささみチップス野菜入り、こちらですね、ありがとうございますね。あ、こちら、ランラン465さんですね、野菜入りも食べるかなということでありがとうございます。これあれなんですね、ものは同じなんですけどパッケージがねちょっと違うんですね。ね、はい、じゃあちょっと開けてみましょう。あら、よいしょ。暴れてなかった？お菓子
見てこんな感じお菓子みたい。はい、あら失礼。リキは長期戦かな。お、行きますね。そう、野菜を食べなね、あんたたちは。人参、グリーンピース、さつまいも入り。リキはあるて、そこに。もうまたこれ、もうまたそのパターン、リキは。これ、はい、食べりーちゃ、これ。なんかこう、とりあえず置いといて、なんかもらってないみたいな感じになってるって、いつも。お、音がいいね。本当にあのチップスっていう感じ、音がいい。はい、アスカこっち来い、座れ座れ。はい、よし、はい、ということでね、いつも楽しい時間をね、ありがとうございます。こんな感じでですね、オフシーズンね、まあ、ゆっくりまったりとね、過ごして、またね、10月からこの家臣リキ・アスカ頑張ってもらいたいなと思っています。でもちろんね、家臣リキ・アスカだけでなく、リン・マリとかね、ルル・ネネも健在ですし、これからのね、期待、活躍をね、期待したいなと思っています。ね、で、オフシーズン、またね、一番のところに行って、まあ、ルル、ネネとかね、あとリリもいますのでね、ああいった猟犬たちにね、あの皆さんからですね、ご支援いただいたおやつ持って行ったりとかね、して、またその時のね、動画なんかも配信したいかと思います。ね、なんかいつもこんな感じですよね。いつもこんな感じなので、家臣ってね、アスカがね暴れている時にね、じっとしているね、リキにご褒美ということでね、まあ家臣がねちょっかい出してますけどね、ちょっとこっそりやってみましょうかね、こっそりと。バレとるって、バレとる、バレとる、なんかまたこそっとやるんじゃないかみたいな感じに見よるけど、もうビデオがぐちゃぐちゃになってる。家臣がリキを誘いようって、やめろよって言ってる感じしますけどね、なんだらしいね。
なんか家臣飛鳥連合軍みたいな感じになったの。遊ぼうよみたいな感じですかね。家臣が忙しいって本当。すごいですよね、あのね、力はね、それで決してね、あの腹を見せないっていうね、はい、あ。お、力もエンジンかかってきたか？こっちはもう実況みたいな感じになってますけどね。お、力もエンジンかかってきたよ。こりゃリードは構わんよ。こっち来い。行こう。知らん。いや、暴れ打ったんやない。知らん。やりますか。はい、座れ。再会ということでね、ほら最近あんたたちよう暴れるね、ほんともうこっちもね。おお、朝か取ったよ。こっちもね、ホタ取ったらもう本当に好き勝手やりたい放題やりやがってこの野郎。なんかでもあれですね、意外とですけどね、この魚系は本当に、まあ家臣はね、大体が何でも食べるんですけどね、特にあの力なんかね、この魚系が好きみたいですね、なんかね。はい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 。リードが絡まって遠いわ。で、多分ね、家臣しか映ってないと思う、カメラには。家臣だけ、じゃあ伏せしようか。家臣伏せしたら見えると思うよ。もうリードが絡まっとんやけん。伏せ。あ、届いた。アスカ、アスカ。アスカはね、結構ね、食べることに必死なんよ。アスカ座れて。遠い、力遠い。よっしゃ、これで終わり。はい。よっしゃ。はい、ということでね、いつも本当にありがとうございますね。こんな感じでね、猟犬たちも喜んでおりますし、何よりもね、僕が楽しいですまあこんな感じでね、また皆さんからですね、ご支援いただきましたジャーキーね、猟犬たちに食べさせたいと思いますので、あのよかったらね、概要欄に欲しいものリストを貼っておりますのでね、覗くだけでもいいですので、ぜひね、ご覧になってください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。